世界記録はここみたいなラインが常に出てるじゃないですか。で、あのスケートとかもそうですけど、あのスピードスケート、スケート、やっぱりあれって本当にテクノロジーでその本当に選手をトラッキングして、もう本当にもうリアルタイムでずっとついていくみたいな、あれがあるおかげで、なんかルールはよくわかんないけど見てて楽しいみたいになっていたりすると思うんですが、なんかそういうことをなんか新しく何ができるかな、まあ、特にその、ね、東京ではあの本当パラリンピックもあるので、やっぱりあのみんな全然知らないと思うんですよね。あのちょっていうか僕が知らないからみんな知らないって言ったら失礼かもしれないですけど、なんかそういう時にどんなガイドをこうリアルタイムにやってあげて、あのすごい楽、なんか衝撃とかすごい、なんかリアルに今何キロでしたみたいなのが 出たりすると、こんなすごい中でやってるんだみたいなことだったりとか、あとみんなの本当にこう応援で盛り上がってる気持ちみたいなこととか、まあ、そういったのも本当にこう可視化すると、まあ、どんどん盛り上がって、やっぱ一人で見るよりスタジアムで見るのが楽しいように、みんなのその応援する気持ちみたいなのもこう可視化してあげると面白いんじゃないかなとか、まあ、そんな感じでこうもうすでにあるものにも増幅するとか、ちょっと足りない障壁を取り除いてあげるとか、そういう感じのアプローチでやってますね。や魅力をどう伝えていくか、はい、ここまでこのテクノロジーが変えるスポーツ、そしてもちろんエンターテインメントということでもお話を伺ってきました。いよいよ東京2020競技大会まで500日を切っております。ぜひ今回のイベントでスポーツの新しい楽しみ方を体感いただいて、オリンピック、そしてパラリンピックを日本全体で盛り上げていきたいと思っております。あのゲストの皆さんにとっての東京2020大会、どのようなものでしょうか。どういった期待が込められているでしょうか。伺っていきたいんですけれども、ではドミニクさんからいきますか。東京2020大会に期待していることを。 And I hope for the games for Aware in Tokyo. Well, it's really again is the entertainment level and all these new sports、that are coming, like the surf and the skateboard, and then so it's to be more democratic, so it involves everybody. So it's a little bit like you were saying, this new bridge of esports with real sports all together. So I don't know how、it will be applied in 2020, but having this bridge and to start to have like the real-time announcement using gaming technology. And also I'm very interested with Paralympics. Also same comments that you were saying, is like how can we like make it even more entertaining andputting more emphasis also on the Paralympics. I would really, really hope that,、that we can like, push the limits、through the Paralympics. はい、実際にその東京大会で その期待、まあ、これはそのエンターテインメントとしてのレベルがさらに高まっていくということ、またあの新しいそのスポーツが今回加わるということで、まあ、サーフィングですとかスケートボードですとか、まあ、こういうものが加わることなど、それからエンターテインメントレベルが高まることによって、よりその民主的って言ったらいいんでしょうか、より多くの人が直接その関与できる、そういうような形になっていってほしいなと思っております。まあ、2020年大会では、まあ、実際にこの e スポーツとそれからその新しいスポーツ、まあ、これがどういう形でつながっていくのかっていうのは分からないんですけれども、やはりそのリアルタイムでそのスポーツそのものをその強化する、そういうことが、できていければいいなというふうに思っております。で、私は特にパラリンピックなどの興味を持っておりまして、このようなその手段を用いることによって、もっとそのパラリンピックのすごいところですとか経験していただけるような形になっていけば、それがさらにそのいわゆる境界線というものをどんどん押し下げていくような形につながっていっていただければいいなというふうに思っております。ありがとうございます。続いて田辺さん、いかがですか。はい、僕はポスターで一緒に東京を作ろうって言ってるんで、まあ、それが一番なんですがまあ、やっぱりなんていうんですかね、なんか デジタルっていうものが なんとなくこう向こう側にあって、なんかすごく融合した形で見えれば一番いいなっていうふうに思うんですね。なんていうのかな、最初に出てきた時は例えばスポーツでいうとそのレザーのボールが出てきた時に、もしかしたらあれは不自然に見えたかもしれないんですけど、今となってはサッカーボールが芝生の上に置いてあったら皆さん自然って感じると思うんですけど、なんかそんな上にデジタルがなんか融合するといいなというふうに思っています。僕は一つぜひドミニクさんがやっていただきたいんですけど、
さん出たことありますか？はい。でも一回出てみたいじゃないですか。なんか例えば東京中、まあ東京じゃなくてどこでもいいんですけど、100メートルのこうコースが引いてあって、なんかバーチャルに100メートルの決勝で全員参加できて、まあ、なんかどっかでそこがみんなこう、なんていうかな、みんなずらーっと何十万人ぐらい横に並んで用意飛んでいきまして、自分が8600万でしたとか、そういうこととかっていうのができないかなと思ってて、そんな風に今までオリンピックは参加する人と見る人がすごい綺麗に分かれてたのが、ここの境でも曖昧になるとなんか楽しいなと思っていて、はい、そんなことがあります。まあスポーツとそれ以外の境でも同時に曖昧になってほしいなと思っています。参加してみたいですよね、そうなったらね。はい、ありがとうございます。続いてケントさん、いかがですか？今まさに為末さん言われたこういう技術があるからこそ その参加型っていうのはスポーツだけじゃなくて今後エンターテインメントにおいてものすごく重要なキーファクターで、今本当に多分そういうふうに世界中どこにいても今何が起きてるかっていうのがいろんなデバイスを通してあったりとかっていうのが分かる中で、どのようにこうセパレーションじゃなくて自分も参加できて一つになるのか、でこれはオリンピックっていうその一つの、コンテンツというかその舞台においてやっぱ日本が世界に対して何を提示できるのか、で選手の方たち、元、ね、選手だった為末さんなんかも多分命を懸けて命を焦がして本当にそこにいたと思うんですけど、その挑戦、その限界への挑戦っていうものがやっぱりその各国皆さんあると思うんですが、このホームである日本っていうのが各分野において絶対起きなきゃいけないことだと思うんですね。だからこのパナソニックさんもそれに対して多分リミット、限界への挑戦を続けてそこに向かっていくでしょうし、で例えば今僕着ているこの洋服、これ桂由美さんの、コレクションなんですけど、彼女何十年というキャリアの中で未だにパリコレにその服を出展されてっていう、まあ、常に挑戦があって、だからそういうスピリットだから僕は習いたいしまといたいと思うんですね。でそのなんかここに来られてる方もそうですし、オリンピックを見る方もそうですけれども、なんか本当に日本が持ってる一番の僕は素晴らしいもので精神性だと思うんですよ。だから時間時代が変わっても脈々と何かこう伊勢神宮のように受け継がれるそのスピリットっていうものが世界に新しい最先端の技術やそういうものと同時にこう伝わっていって、本当に世界が一つになるっていうのを体感できたら、スポーツエンターテインメントもそこの垣根はなくてもっと大きなメッセージが見えてくると思うんですね。だから先ほど為末さんが言った全員で走る、僕も同じことでダンスイズワンですって言ってるんですけど、ダンスはダンサーのためだけにあるんじゃなくて、このハートビートを持っている人間全員にあるんだっていうことを言っていて、その人たちがみんなが踊り出して一つになれば、究極言うと世界のいろんな紛争問題ってあるじゃないですか。もうこれ本当に僕のすごい変な発想なんですけど、各国首脳の方たちもみんなこれ踊ってほしいと思うんですよ。この踊ると本当につながってしまうんですよ。そういうものもなんかすごいシンプルに走るみたいな、踊るみたいなことっていうのをなんか日本を舞台に実現した時に初めてなんかそれはやっぱり技術がなきゃできないので、そこも全て掛け算してそのチャレンジとともにその精神性とともに一つになれたら、なんか日本が2020年に提示するべきものっていうのがあるんじゃないかな、夢が一つになるんじゃないかな、それがドリームワンなんじゃないかなというふうに思っています。はい、僕のドリームワンです。東京オリンピック本当に楽しみにしてる、まあ、本当に東京に僕は生まれ育ったんで、ここにオリンピックが来るんだっていうのは本当にこうワクワクしてるんですけども、まあ、きっと東京の街中がオリンピック一色になり、こうみんなが本当にこう、まあ、どんな雰囲気になるのか、まあ、多分かもう そこかしこにパブリックビューイングの会場ができたりとか、まあ、なんかきっと、ね、テレビとかじゃ、まあ、僕テレビの仕事とかもやってるんですけど、きっとテレビじゃ追い切れない競技数があって、みんなそのテクノロジーも発達して、もうみんながスマホで中継し合って、もう何中継、まあ、5G の時代にもなって、なんかそういうようなこう盛り上がりみたいなことがそのオリンピックで作れると思うんですけども、なんかこのオリンピックがやっぱり終わった後もその盛り上がりとか、みんなのそのなんかこう
東京ラインの持ち主なんで、東京が超盛り上がるぞみたいな感じにこうつなげていくようなものにしたいなということと、まあ、とにかくあとなんとかスタジアムにで観戦したいので、でも抽選が すごいじゃないですか、多分ちょっと高いし、なんとか仕事を作ってですね、潜り込みたいなっていうふうに思ってますっていうのがあれです。はい、はい、ちょっとした個人的な目標までありましたけど、はい、ありがとうございます。非常に示唆に富む皆様のお話、もっと聞いていたいところですけれども、ますます東京2020は楽しみに、皆さんなったかと思います。お時間が迫ってまいりました。ここから質疑応答の時間を設けさせていただきます。プレスの方はもちろん、一般の方の質問も受けようかなと思っておりますので、今、スペシャルゲストの方お話しいただいた数々の言葉もありますけれども、伺ってみたいという方いらっしゃいましたら、挙手していただいて、マイクをスタッフの者がお渡ししますので、プレスの方、一般の方も含めて、ご質問があるという方、挙手いただけますか？いただいていらっしゃいますか？いきなり振られてもっていう感じではありますけれども、何か今までお話しいただいたことでも深く、あ、部長いらっしゃいました。左側のブロックの真ん中の、ドミニキさん、オリンピックのオープニングセレモニーで何かやりますか？いきなり来ましたね。I would love to, but right now we're not working on I think it should be aJapanese people working on this, but right now we're not involved in the opening. もし開会式でも何かやることができればすごく良かったんですけど、まあ、残念ながら我々は開会式の方には携わっておりません。やはり開会式は日本の方々が担当していただいた方がいいんじゃないかと思います。ありがとうございます。どうか質問ある方がいらっしゃいますか？せっかくの機会ですからね。大丈夫でしょうか？あ、いらっしゃいました。後ろの方ですね。はい、ドミニクさんに質問なんですけれども、その今回使うようなプロジェクションマッピングの技術だったりは、縮小したり小さいバージョンだったりを、一般の方だったり希望者だったりに提供する予定っていうのは、何年以内ぐらいご予定してますでしょうか？I think it's just a matter of time right now, because most of the technology starts like for professional industry and then it comes back to the consumer. So there's already a lot of sensors, like you see, like the Kinect and technology like this that people have at home. So right now, this is the first version is for professionals that Panasonic has created. But my guess is within 2 or 3 years, the same technology will be available for the grand public and to own in their house.もう時間の問題だと思っております。多くの技術というものをまずそのプロレベルのものが始まって、プロレベルのものとして始まって、そしてその消費者というものが出てくるという形になります。で、まあ、そのセンサーなどについてはもう一般家庭でも多くのセンサーなどが使われていると思いますので、まあ、今回作ったものに関しましては、いわゆるそのプロ向けのものなんですが、そのパナソニックさんと一緒に作ったもの、ただまあ多分、同じようなテクノロジーを、一般家庭でも楽しんでいただけるようになるのは 2、3 年でもう出てくるんじゃないかと私は思っております。ありがとうございます。楽しみにしてます。ありがとうございます。さあ、質問ある方いらっしゃいますか？お、一方、ステージ向かうと左側に立ってらっしゃる方がいらっしゃいます。じゃあこの方、最後の質問とさせていただきたいと思います。メッセンさん、健太さんにお聞きしたいんですけど、子供の頃にスポーツを遊びに行くと、例えばテレビを見て前にスタッフだとか、鳥を見て見ながら子供さんとか、ただそういう、なんていうんですか、子供の頃のマス経験ですかね。経験みたいなところかな。僕は子供の時から結構足が速くてですね、初めて自分の足が速いのに気づいたのは、うちの家で飼ってた犬散歩してる時に自分が飼ったことがあって、これで俺すごい足が速いんだって思ったのが最初なんですね。でも僕は急遽